こちらの共通テスト対策講座みたいな形で数学の確率をやっていきたいと思います。これ見ました？僕ね、これ初めて見たときどこまで読んだかなんですけれども、それから本数が変わったらどうなるんだろうっていうですね。はい、どうも、今回はパスラボの共通テスト対策講座みたいな形で数学の確率をやっていきたいと思います。これ見ました？かなりですね、やっぱセンター試験の時っていうのは文書量が多いわけですよね。そんな中でですね、この確率僕も解いてみたんですけれども、数 1A の試行乗算の中で一番良問だと思いました。というのも、これ実はですね、最後の問題がもう二次試験に出てもおかしくないような問題なんですよね。だからそれも踏まえてですね、今回はまあタイムアタックってよりはこの問題解いてる方も解いてない方も一緒にここで深掘りもねしようと思いますので、ぜひその確率の底上げをね一緒に目指していければと思います。それではね、早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで、まずねこれなんですけれども、僕ねこれ初めて見た時どこまで読んだかなんですけれども、まあやっぱり確率って何が一番大事かっていうと、状況把握が一番大事なんですよね。で、確率一番怖いのは、この状況把握をミスしてしまうと、普通に0点もあり得てしまうと。だから逆に確率をね、選ばないっていう人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、逆にちゃんと状況把握しさえすれば、これは全然満点とか、あるいは1問ミスが狙える問題だと思います。ということで、必ずですね、まあ数字で70分になりましたけれども、しっかりとここは丁寧に読んでいきましょう。で、まずくじが100本ずつ入ってて、僕が読むのは、引いたくじは元に戻さねえ、めちゃめちゃ大事。で、こう言っていくと、これは本数は、てるが、はい、当たりくじを本数してて、1番目の人がくじを1本引いたところ当たりくじだったとする。さらに2番目の人が当たりくじを引っ掛けて大きくするなので考察しよう。まあ、ここはいいか。不満で。A と B の箱があって、ここですね。で、それぞれ全部まあ100本それぞれくじが入ってる。ちょっとこれは何かっていうと、A が B を選ぶ。だから、A を引きたい、B を引きたいっていうのを確率は2分の1だよと。当たり事象をダブルする。ここはまあ、ざっくりですね。ここからが大事かなと思います。1、箱 A には当たりくじが10本入ってて、箱 B に当たりくじが5本入ってるってことは、これは、まあ、10と5ですよね。で、こんな時に何を考えるかっていうと、1番目の人が当たりくじを引いたから、その箱が、箱 A である可能性が高そうだ。まあ確かにそうですね。その場合、箱 A には当たりくじが9本残っているから、2番目の人は1番目の人と同じ箱からくじを引いた方が良さそうな確率を計算してみよう。ここは、どういうことを言ってるかっていうと、ただまずじゃあ、例えば P さんっていう人がいます。で、僕が A をまず引いたら、じゃあ当たりだったとします。当たりだ。じゃあ次、Q さんっていう人がいて、Q さんは100分の9か、100分の5。どっちを選べばいいかとか。一番目の選んだ人のくじ箱から A から引けばいいのか B から引けばいいのかどっちかってことですね。つまり自分の前の人が当たったら自分はどっち引いた方が当たりの確率が高いんだろうっていう、まあ、結構ですねあるあるな問題でございます。ということで今のまあ30秒ぐらいかな把握した上でここ行きましょう。一番目の引いた箱が箱 A で、あと当たりくじを引く確率はってあるんですけれども、これ見た瞬間何をしてほしいかっていうと、やっぱり条件付き確率だなっていうのは考えてほしいと。これ条件付き確率苦手な人が多いんですけれども、これどういう対策をするかっていうと、必ず自分で説明できるかね。これをちょっと大切にしてほしいなと思います。で、今回、まあ数式とかも書いてあるんですけれども、これどういうことかっていうと、1番目の引いた人が箱 A で、かつ当たりくじってことを言うたら、A を選んで、かつそれが当たりってことですね。で、今回確か選ぶ確率ってそれぞれ2分の1でしたよね。まずここ。見ると、ここ普通に代入していくと、PA っていうのは2分の1。で、かける A を選んだ後、そこから当たりなので、100個の中から10個。だから100分の10で当たりですよ。なんでこれは計算してあげると2分の1とかれます。だから、ここは実際正答率もかなり高かったので、じゃあ次行きましょう。一方で1番目の人が当たりくじを引く事象 W は、箱 A から当たりくじを引くか箱 B から当たりくじを引くか。なので、これどういうことかっていうと、1番目の人が当たりくじを引く事象ね W ってことは、言ったらまず A を選んで当たりっていう場合と B を選んで当たりっていう場合があるってことね。これがまず大事ですよ。だからやっぱり確率が苦手な人ってこういうところが収めてないので、必ず一個一個こういう状況把握っていうのをしていきましょう。で、今回 A を選んで当たりっていうのはこの上にある通り、こいつが20分の1だと。じゃあ B はっていうと、 B を選ぶのは2分の1ですよ。当たりっていうのは100分の5ですよね。ってことは100分の5なので、これは40分の1になる。これ足すこれがこの PW になるので、これを足し算すると40分の3になりますよ。共通テスト思ったのは文章量長いんですけれども、ちゃんと誘導がしっかりしているので、条件付き確率最悪分からない人でも解けてしまう。最初の方ね。じゃあ次。よって1番目の人が当たりくじを引いたという条件のもとで、その箱が箱 A である条件付き確率は、ここで初めて出ました。ただこれ大丈夫です。これは誘導付きなので簡単。これがもしなかった場合、必ず出せるようにしてくださいね。
今回解いた人。これがあるから、もう代入すればいいんですよ。PW っていうのは40分の3ですよ。T の A かつ W っていうのは20分の1。これで言ったら40分の2ですよ。ってことは答えは3分の2。OK。ここまではスラスラいきます。あと誘導に乗りましょう。1番目の人が当たりくじを引いた後、同じ箱から2番目の人がくじを引くとき。OK。自分の1個前の人が A で当たったら、自分で Q。自分はどっちを引けばいいんだ？同じ箱を引いたとき。つまり AA で引くときっていうのは、これですね。自分の前の人が当たりくじを引いた。で、それが箱 A である確率。次にこれっていうのは僕たちが引く確率ですね。自分が引くのは A を選んでるわけだから、99個、本数があるうちの9個当たり。だから99分の9と。で、こっちも同様で、しっかり把握すればそんなに難しくないです。PWB っていうのは、自分の前の人が B を選んでそこで当たりだったよ。PWB っていうのは、言ったら自分の前の人が当たりくじ引いたよ。それが B でしたよ。っていう場合、次同じ B を引くわけだから、B を引いて B って。ってことは、これ100本あったうちの5本じゃなくて、これが1本当たりくじ引かれたから、99分の4になるわけですね。ってことは、ここが99分の4。ってことで、これ、計算すると、まずこれが3分の2ですよね、ここで。この PWB っていうのは、これ別に、いろんなやり方できるんですけれども、言ったら P の B かつ W が分子で、P の W が分母なので、40分の3の40分の1。つまり3分の1。もちろん、これの余事象という考え方でもいいんですけれども、3分の1。あとはこれ計算するだけ。ただ、やっぱりこれは、一旦確率は約分をしない方がいいです。つまり何の計算かっていうと、この計算ですよね。こういう計算があった時に、これは普通に99だけど3のままで留めておいて、上を計算すると18足す4なので、22、こうなるわけです。で、これをやっておくと、11で割れるから9の2。つまり27分の2となるということですね。で、次行きましょう。それに対して1番目の人が当たりくじを引いた。こっからがちょっと難しいです。異なる箱から2番目のくじ、人がくじを引くときどうであるか。ただ、実際はこの共通テストにあるあるパターンです。誘導がしっかりしているので、ここをちょっとうまく変えればいいかなっていう発想になりますね。どういうことかっていうと、さっきは、ここは何かっていうと、A が前の人引いたら自分も A。あるいは、前の人が B だったら自分も B っていう確率ですよね。ただ、次は、前の人が A だったら自分は B。前の人が B だったら自分は A っていう確率を求めればいい。それは、数式で表すと、まず、PWA、これ前の人が当たる確率ですね。A を選んで。前の人が当たりを引いた。で、それが箱 A でしたっていう確率ですね。で、そっから B を選んで当たりなので、B は普通に100個くじが入ってたら、その当たりが5。で、プラス同様に PWB っていうのは、次を A を引くので、100個中の10。これを計算すればいい。で、これ、3分の2と3分の1、これ代入して計算すると、300分の20となると。これは15分の1。だまずここまでで、確か、配点が10点ぐらいだったかなと思います。まずここまで大丈夫か？じゃあ次行きましょう。で、やっぱり共通テスト、思考調査の問題とか、そんなにこう問題はないんですけど、種類はね。ただやっぱり一つ一つ深掘りしていきましょう。で、次これどういうつながりになるかっていうと、それから本数が変わったらどうなるんだろうってことですね。そう、箱 B はさっき5本当たりだったけど、次じゃあこれを7本とか、4本とかしたらどうなるんだ。で、したら普通にここ誘導乗りましょう。箱 B には当たりくじが7本入っている場合です。こっからですね、さっきやった、こっちと全く同じことをしましょう。ここでやったことを全く同じことをするんだっていう感じでいかないと、これ多分時間足りなくなる。自分で考えてっていうのもいいんですけれども。じゃあまず何かっていうと、今回どこが違うかですよね。まずさっきは P の A かつ W で出しましたと。これですね、どういうやり方でもいいんですけれども、これは、まず A を選ぶのが2分の1。で、ここどうなるね。ここ P の AW、A を選んだら普通に100個あるうちの当たりが10本なので、これは、20分の1と。まあさっきと同じだ。ただ B が変わるわけですね。B がこれどうなるかっていうと、選ぶのは2分の1で、100本中次は7本だ。だからこれ200分の7となるわけです。だからこれさっき約分しない方がいいって言ったのは、こういう感じになるわけですね。じゃあ PW っていうのは普通に足し算すればいいので、200分の10なの。ってことは、あとは PWAっていうのはこれ分のこいつですから17分の10となるわけで、同様に考えていくと17分の7となるわけね。だから実は本当にわからない人でもこれをやったことっていうのを自分で考えて、できますかっていうのが多分共通するメッセージじゃないかなと思います。で、あと言うたらどっちも同じ箱から引くってことね。つまりじゃあここから AA か BB かを考える。 A っていうのはもともと自分の前の人が引いたのはこれですね。そっから自分が引くのは99本中9本。同様に考えると前の人が B を引いて自分が B 引くのは99本中の当たりが7個だったのが6個になるわけだから6個。あとはこれを代入していきましょう。17分の10、これが17分の7。これ結構でかいんですけど、さっき言った通りですが、これ絶対に99×17を計算しないでくださいね。ここ止めといて
て普通に上だけ考える。そうすると132、99、17、132を見た瞬間にこれはぜひですね 11×12 っていうのを分かってほしいです。まあ11をかけるときって普通12、12で132ってなるじゃないですか。だからこことここがえの足し算がこうなるとかね、これが一つ11の特徴でもあるので、ぜひですねやってみてください。例えば他にもですね、 11× じゃあ、13とかでどうなるかっていうと143もそうですよね。1+3=4、14だったら154なので1+4が5になってると、そういう形でぜひですね、こういうのはまあ慣れなんですけれども、 11×12 だと、じゃあこれって9になってここが3で割るとこれ51分の4になるわけですね。つまりここから51分の4で、これ時間がある人だったら別にこれ確かめてもいいんですけれども、もう計算めんどくさいんでの止めといてもいいと思います。ただ、さっきはこれどうだったか分かります？今回7本だったらこれとこれどっちが大きいか。これって比べるときに4割51とか、別にこうやってしてもいいんですけれども、これでね、例えば7、357つって、43の8、0.078 と7分の85は、っていう感じでしてもいいと思います。まあ8。なので、こっちの方が、隣の方を引いた方が大きい。っていう形でもいいし、まあ普通に考えたら通分ですよね。これとこれ。51分の4っていうのは、85×51、まあ、85×4、こっちっていうのは 85×7 だったら 85×51、 51をかけてあげる。だからこいつとこいつを計算すればいい。で、上が340で、下が357となるってことは、やっぱり下の方が大きいですよね。まあいろんなやり方ありますけれども、ここは自分の好きな方でやってください。今のがやったら、じゃあ何が分かったかっていうと、まあ、最後これが二次試験に応用できるってところで、まあ、どうなるかって言ったら、さっき B、もともと B に入ってる当たりくじをね、本数をこう変えていきましたって話ですよね。なった時に、これを見た時に5択じゃないっていうの分かります。ちゃんとこれ、あ、やば、最後これ3点とかなんですけれども、確か。その時に、あ、やばいやばいやばい、5択だ、適当にっていうよりは、ちゃんとね、これ問題文読んでいくと、2択に絞れます。何かっていうと、まず、最初って5本でしたよね、当たり。その時は、同じ箱の方が確率大きいって言ってた。さっき7。7本の時は、言うたら、ここですよね。異なる箱から引く方が大きいですよ。ってことは、7本はこうなるわけですよ。ってことは、僕たち求める、考えるって4本とか考えなくてよくて、ここですよね。6本がどうかっていうのを考えればいい。じゃあさっきと全く同じ感じにしましょう。っていうのがまあ今後の問題なんですけれども、まあ、せっかくならね、これ普通に代入してもできますけれども、二次試験に応用するんなら、やっぱりこれを X 本ってしません。もし X 本だったらどうなるんですかっていう考え方、ね、これでも二次試験に普通に出ると思います。じゃあ、ただ、今の X 本であっても、この流れは分かる。全く同じだなっていうのは想像できるはず。じゃあ B を変えるわけなので、まず行きましょう。こっち書いてますね。A かつ W っていうのはさっきと全く同じ。200分の10ですよ。じゃあ、ちょっと話しましょうか。次、B かつ W は、ここが変わってくるわけですね。2分の1かける100本中あたりが X 本なので、200分の X になる。こっち見ると、じゃあ P の W っていうのは、この合計だから、10足す X になる。で、求めるのは PW の A。ってことは、こいつ分のこいつだから、10足す X 分の10。PWB も10足す X 分の X。まあ、こうなると。まあ、これは X、例えば7代入したらこっちと同じやな。確かめながら僕だったら多分やる。で、これを出した後に、同じ確率 AA か BB を考えるんですけれども、この式全く同じです。この式が PWA かける同じなんで99本中の9本。B だった場合は99本かける X-1 ですよね。当たりが1個減ってるので X-1 本しか当たりがない。これを計算すればいいと。で、じゃあ逆に異なる方はって言ったら、こうですよね。もしも前の人が A を選んだら、次 B を選ぶので100本中の当たりは X 本。あるいは B を選んだら100本中の A を選ぶので10本。これを計算すればいいわけ。今回はこいつらをここに代入していくんですけれども、これを約分せずにやっていくとこうなります。そう、こうなるわけですね。だからこれはあとは何をしてほしいかっていうと、普通に X6 を代入してもいいと思います。6を代入するとこっちの方が大きくなるわけですね。ただせっかくならここまで求めたんなら、どの X でも言えるようにしたいですね。その場合は例えばじゃあこれを S、これを T と置くと、まあ、S-T をしてあげましょう。そしたらこれは結論からこれ言っていくと、分母がこれどうなるかっていうと、これまあ必ずですね、まあ押さえておいてほしいのは、やっぱりもうイメージとしては 99×5 をしてるので495の 10+X で、上がですねこうなります。じゃあこれ S-T がもしこれの時でどういう時ですかっていうと、必ず分母は正なので、こいつを考えればいいですね。こいつは実は放物線。これ考えてあげると、まあ、実際これ、まあどういうやり方でもいいですけれども、放物線っていうかあれかな。普通に F4 とか F5 とか別に代入してもいいですし、まあいろんなやり方があると思うんですけれども、まあ、これをこうやってこう代入していくと、4と5と6が正。つまり S の方が大きい。ただ7の場合だけ異なるよ。ってことは、その X が今回ね、自然数なので、ここのラインで分かれますよ。っていうことが、パッと分かる。だから自然にこの4っていうのも分かるんですけれども、ただ別に本番はと文字で置かなくても僕はいいと思います。
います。しっかりと6だけ把握できればいいんだなったら、やっぱりね、こうやって復習をするときに、やっぱり共通テストって特に数学ができない人の特徴としては、問題だけ解いてそれで終わりって人が多いですね。ただ今回の確率だったみたいに、問題から一歩進んでみると、もしこれが X だったらどうなるんだろう、これのパターンって普通に本番にも出そうじゃないですか、このパターンとか。条件付き確率が苦手だったっていうのならセンター試験に僕戻ってもいいと思うんですけれども、そこで解いたものをぜひですね、こういう形で深掘りしてみるっていうのがおすすめかなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ちょっとね、長かったと思うんですけれども、この思考調査の確率はぜひね、皆さん解いてない方も解いてる方も、もう一度ね、解いてみて、一緒にね、この深掘りをしてみてください。ということで、今回、確率を解きましたが、もし数学でもリクエストがあれば、どんどんコメントにね、この分野教えてほしいってあれば、リクエストください。それではお疲れ様でした。バイバイ。今日のパッシャーはこちら、ここで一つ、皆さんにモノマネを披露します。ソーナンスのモノマネ。ソーナンス、ありがとうございます。答えは概要欄にあります。リクエストあれば、ぜひぜひ、どしどし。紫外線がんの人って共通テスト、センター試験とかってどれぐらいのこう比率で勉強したらいいのかっていうのがすごく多いんですよね。今日は愛ですね。愛についてちょっと語っていきたいなと思って、はい。